はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今日の動画はですね、2014年を振り返って、はい、振り返りましょう。という動画をやっていきたいと思います。はい、で、2014年僕らにとってはすごい大事な年でした。はい、すごく大きくね、なんかこの動画の方向性も、なんか雰囲気も変わりましたね。そうですね。はい、真面目にやろうと。いう年だったんですけど、動画の方を、はい、そうですね、はい、真面目にやってですね、で最初の方トレーニング器具を使っていきながらちょっとトレーニング系を攻めてみたり、バランスボールだったり、はい、ストレッチボールを使ったり、はい、そうなんですよ。それをやった後に、なんだ、その後に治療、そう、ここで初めて田淵くんが出てくるんですよ。登場するんです。寝てたんですよ。寝てました。テニス肘の治療の時、はい、ちょっとこの格好してテニステーピングやってるので、ここに載せておきます。いち早く上半身裸になったのが田淵先生なんで確かに、うん、寒かったですね。あれがあって、でそれ結構テニス肘が伸びたんですよね。そう、テニス肘の動画がバーンと一気に、うん、やっぱりテニスされてる方も多いんで、それで結構治療のことって皆さん興味があるのかなと思って、さまざまな肩だったり、まあ膝、そうテニス肘の電気針とかもやりました。はい、なんでまあそれ以外の治療法ね、また紹介できることはしていくんですけれども、はい、それプラスアルファ、じゃあ次何しようかなということで、うん、だんだん春になってきたらなんかね、肉体が太ってきたんです。僕の肉体が成長したんですよね。成長って言うんだよね、はい、成長痛が出てたんで成長痛が出てたんでちょっとこれは痩せないといかんということで、そうで、やっぱりね、毎回言ってるんですよ。毎年痩せよ言ってるんですけど、痩せれないんですよね、やっぱり痩せれないんで、はい、じゃあもうこれは動画の力を借りようとそうなんです。だから動画で皆さんにもう言っちゃおうと、はい、もうそれでもう即断即決、そうなんですよ。皆さんの前で脱ぎました。はい、恥ずかしかった。はい、でもその一番太ってる時の動画が一番再生回数が多いです。はい、痩せている時を皆さん見てください。見てください。お願いします。こちらに載せておきますはい、で肉体改造した後に、はい、もうキレになってはないんですけれども、はい、そう肉体改造の途中でタバタプロトコルと出会ったじゃないですか。そうなんですよ、はい、あれですよ、あれがきっかけ、ね、痩せようと思って調べた結果、はい、タバタプロトコルが出てきたんですよ。そうあれを最初はタバタプロトコルで何ぞやという感じで始めたんですけれども、これが意外にもしんどかったんですよね。しんどいです。はい。それを始めて、まあ、あ、めっちゃいいやんって思ったままタバタプロトコルを残しつつ、で、高いねさんとコラボしたんですよね。そうですね。高いねさんとね、たまたま朝見たら、高いねさんがコラボしましょう、待てますっていう感じだったんで、そしたら西君が次の日、ね、コラボしましょうって言ったんで、僕意味が分からなかったです。すぐ連絡して、はい、もう高井さんもすごいいい人で、そのまますぐ快諾ね、もう1週間後ぐらいにはね、じゃあ動画撮影しましょうっていう感じで、バタバタで緊張した様子もあります。はい、それがあってですね、でそこでツボの話、まあ、いろいろアドバイスもらったんですよね。鍼灸師ならではのことを動画にしたらどうですかっていうことで、ツボの動画を上げてみたんです。はい、ツボやりましたね。こことか、そうここもやったっけ、緊張した時に使うツボとか、そんな感じで使ったんですよね。そう、お腹痛い時にとか、だからまあ、あれなんですよ、リクエストあったら全然ツボは発信していきます、はい、ですね、治療方法もツボもリクエストがあれば何でもやりますよっていう感じでやってるんですけれども、はい、でその後にタバタプロトコルが一気になんかいきなり再生回数伸びちゃったんですよね。はい、はい、脱線してました。そうや、なんか柔軟剤紹介したり、うん、みんなで幼虫グミ食べたり、うん、ミニ四駆をそうなんですよ動画をね、だから何でもそうですよね、動画真面目にやるっていうのが脱線するんですよね、一回は。そうですね、8月末ぐらいかな、はい、8月ぐらいにね、ミニ四駆を出してからがちょっと9月の多分頭にミニ四駆出して、それからちょっと脱線したの、ね、楽しくなっちゃったんですよ。そう、なんかちょっとああいったのがね、はいでも脱線します。はい、また多分脱線します。またします。はい、はい、柔軟剤皆さん使ってます？ファインだね、なんかファインだった。はい、僕使ってますよね。大手、うん、知らないです。うん、見てください、はい、じゃあ見てない方は見てください、こちらに載せておきます。はい、はい、まあそっから、そうさっき言った田畑が伸びたと、はい、その後に10月の頭ぐらいに、あれいいきっかけでしたよね。そう脱線してたらちゃんとレールを戻されたっていう感じだったんですけど、あの時がだから日経新聞に田畑プロトコルがすごいっていうふうなのが載って、まずガンと再生回数が伸びたんですよ。1万回いったんでしたっけ、あの時で。そうですね、2日間ぐらいで1万ちょっと伸びて、はい、これは今までないぞというので。そうなんですか、幼虫グミか、幼虫グミかとは思わなかったですいやそれでもうすごいなと思って、まあタバタプロトコルちょっとまたやりましょうというのでやったら、次は NHK の朝一、はい、
佐伯さんで、田端プロトコルがまた取り上げられてる。そうなんです、はあ、でそこからもう田端プロトコルをじゃあもっと追求しましょうということで、はあ、そうですね、はあ、今追求してる感じですかね、はあ、まあまああのね田端先生にもちょっとね、はい、連絡をねしたんですけど、そうなんです、僕田端先生にメール送ったんですよね。そうです、2人で送りました、はい、未だ返信がないんで田端先生お願いします。お願いします、田端先生返信お願いしますあのこれもねあのここで言うべきことなのわからないんですけど、まだね、まだ待ってるんでね、すぐ先生です。いやいやいや、もうこれ見てるかもしれんから田端先生ちょっとね、本当に会いに行きたいなっていうのがあったんですけど、そうなんですよ、さすがにね、連絡なしでいきなり行くのは失礼すぎると思ったので、はい、前に連絡したんですけど、まだ帰ってこないんで、はい、届いてるんかなっていう感じですね。そうですね、僕たちもなんかこれ勝手にやっちゃっていいのかなって、はい、非公認ですね、非公認、非公認田端プロトコルです、はいはい、だからあの公認にしてほしい、公認になれるようにちょっと、はい、田端先生いいよって言ってくれたらね、うん、ただ公認動画に出していいよって言ってくれたら僕らそれでいいんで、いつも題名に公認田端プロトコルって載せるようにするんで、そうですよ、まあまあ頑張りましょう田端先生メールお願いします、はい、お願いします、はい、でもまあ田端プロトコルをやっていった中で、はい、やっぱり1日にねやっぱり10人から、うん、まあまあ5人から10人ぐらいチャンネル登録者の方が増えてきて、うんうんうん、この前12月にとうとう1000人超えました。ありがとうございます、ありがとうございます。本当にねあの今ざっと話しましたけど、今年の1月1日時点ではあの100人いってたかいってないかぐらいなんですよ。そうなんです、そうなんです、だからね、あの2クラス分ぐらいですよ、2クラス分ぐらいそうですよ、2クラス分がいきなり2学年ぐらいだったんで、ね、すごいことだと思うんですよ。でもこれもあのやっぱり皆さんが見てくれたおかげで、ね、どんどんあの田端プロトコルもあの僕たちのチャンネルが関連動画とかに出てくるようになったんで、皆さんがやっぱりどんどん見てくれるようになったんです、はい、だから本当皆さんのおかげでチャンネル数も伸びてきて、でさらにまたこれからももっと面白い動画作ろうかなとね、やっぱりそういう気持ちになりましたしね、はい、皆さんとなんかつながってる感じがすごいいいですよね、コメントもらって、コメントがねものすごく、はい、めっちゃ嬉しいですよ、コメント、はい、コメントくださいでも本当にねあのこれできてないよとか、そうなんですよ、僕たちもね怒ってほしいですよ ねトレーニングのね本当ちゃんと専門家ではないんで、そうそうそうそ う, そう、はい、だからねやっぱりこれ違うよとかっていうのも、ね、やっぱり言ってほ、ね、はい、しいですしね、はい、はい、ぜひあのできるだけね 100% 返信しますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、皆さんとの YouTube ですから。YouTube。はい。かっこいいですよ、ね。かっこいい。かっこいいです、ね。もう一回言えば皆さんとの YouTube ですから。はい。まあだからあのまあ次来年のね、まあ、目標とかもね、なんかこの辺でちょっと言っときますよ。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 来年の目標ですか？はあ、来年の目標。そうっすね。YouTube スペース東京に行ってみたいです。僕もそれ思ってました。六本木にあるんですよ、YouTube スペース、東京。ヒルズでしたっけ？六本木ヒルズの29階です。ですよね。はい、で、そこでね、チャンネル登録者が1000人を超えると、中で撮影ができるようになるんです。そうなんですよ。できるじゃないですか。そこで田端したいんです、ね。そこで田端したい。多分ね、初なんですよ。日本初なんです。YouTube スペースで、これするでしょ？やってみたいなって。28回こうなるんちゃいますいけるか、あんだけでかかったらできるでしょう、大丈夫、いけるでしょう、はい、はい、っていうのをね、でも本当に最初はね、夢のまた夢の YouTube スペース東京で撮影なんて夢のまた夢だったんですよね。そうなんですよ、はい、それがね、なんかね、できるんじゃないですか。そうですね、頑張ったら、はい、まあまあ本当にやりましょう、はい、はい、あのライフ3兄弟で頑張っていこう。ライフ3兄弟、まあ、あのチャンネル名もね、あのライフ3兄弟じゃないですけど、はい、なんかね、いいチャンネル名があれば、え、ライト兄弟から取ってライフ3兄弟にするって言ってませんでした？ね、はい、まだちょっと試案中なので、はい、すいません、はい、これからちょっと面白い動画も撮りつつ、はい、真面目な動画も撮りつつ、はい、皆さんの役に立つようにこれから動画を作っていきますので、はい、はい、これからまたよろしくお願いします。はい、来年もよろしくお願いします。まだ2014年もあります、まだ残ってます、動画残ってるんで、はい、そちらの方もチェックしていただければと思っております。はい、はい、ということで、まあ2014年を振り返っての動画でした。また皆さんその関連動画、あの下にリンクに貼ってますんで、はい、よかったら寝ている田淵くんを見てくれたりだとか、はい、はい、過去の見逃した動画はまだ見ていただけたらと思っておりますので、はい、そちらの方をね、ご覧ください。またプリンも作ってみてください。はい、プリン作ってください、はい、ありがとうございました。Bye.